フジテレビ系のアニメサザエさんは国民的な人気を持ち続けている。毎週日曜の午後6時30分、家庭の団らんを楽しむひとときに欠かせない存在だ。その特別な放送が先日の13日に行われた。この日は特別な意味を持っていた。番組の冒頭、視聴者に向けて愛さんの部会さんへの追悼の木が茶目された。彼女は初代キウカツオの声を担当し、全国の子供たちに愛された存在だった。その発表とともに画面に流れるテロップは、初代クヨルカツオを演じてくださった大山の部会さんが実況されました。進んでご冥福をお祈りいたしますと心に歯向く言葉を届けた。追い玉の部下さんは声優としてのキャリアを通して多くのキャラクターに命を吹き込んできた。そんな彼女の才能を存分に生かしたのがサザエさんだった。その明るく地にはちょっといたずら好きなカツオの声が彼女の存在を厳重に印象づけていた。子供たちに向けたキャシミある声は家庭の中のヒーローとしての役割を果たしていた。今回は視聴者に彼女の偉大な業績を再認識させる意味において特別な追悼の回となった。このようにアニメを通じて人々の生活に影響を与える声優の存在は決して過小評価されるべきではない。大佐さんの声はカツオというキャラクターを定義しただけでなく、多くの人々に楽しい思い出を提供した彼女が呼ぶカツオの声、そしてその愛らしさは今も多くの人々の心に胸気づいている。彼女の絶叫は寂しさをもたらすが、彼女が本作に残した影響は決して消えることはない。このような特番を通じて視聴者は彼女のえかしいキャリアを振り返ることができる。ここに彼女への感謝と敬意を表し、これからも多くの人に愛されることでしょう。